こんにちはう、えー、はですね駆逐艦踏みつきに潜っていてこれなんだろうな何なのかちょっとわからないなっていうものがあったので皆さんにお聞きしてみようと思って動画を作ってみました早速今見ていただいてる写真にそのなんだかわからないものが写っていますこちらですこれについては普段一緒に潜ってる中区でダイビングガイドをしてるアメリカ人がいるんですけど 彼はパラベーンだって言ってて言たんですけどそれにしては小さいしパラベーンをこんな置き方するのかなって思っててじゃあ何なのかっていう話になってるんです今私の中で、ね、とりあえずこの写真に写っている謎の物体については後ほど動画を見ていただこうと思ってるんですけどまずこれをを撮影しした場所をご説明します今この写真の右側中央に2つの丸い円がありますよね これも覚えておいてください。で、えー、この写真の場所はどの部分になるかというと、こちら。これは動型の駆逐艦菊月の復元図なんですけど、この赤い丸の部分が撮影場所になっています。この復元図は、駆逐艦菊月会様からご提供いただいたもので、フリーでダウンロードできます。概要欄にダウンロード URL を載せておきますので、そちらもぜひご覧になってみてください。で、この赤丸の部分。 拡大してみるとこんな感じです右から環境その後ろに1番煙突があってで2番12センチ砲があってその真後ろになります真上から見た図ですと右環周側から1番煙突2番12センチ砲でその真後ろですここを拡大するとこんな感じで復元図にもさっきの写真にあったような2つの丸い穴があるんですまずね ちょっとこの丸い穴も何なのかわからないんですけど、まあそれはちょっと置いといてで、この丸い穴の横に何なのか知りたいものっていうのがあるんです。では動画を見ていきましょう。この今ダイバーが触れているものが謎の物体です。ちょっと付着物が多くてわかりにくいんですけど、この部分、これ安定翼だと思うんですよね。これは他の沈静に積まれている爆弾で、 形状は少し違うんですけどイメージ的にはこんな感じでまず安定翼で間違いないんじゃないかと思ってますでこれ反対側にも同じ物体があってこっちはかなり崩れてて分かりにくいのですが多分この2つは同じものなんじゃないかと思いますで最初に図面で見た2つの丸い穴それはこの画面の上に見切れちゃってるんですけど この左の謎の物体の横にも同じような穴があるんですよね。でこれもやっぱり反対側にも同じ穴があります。なのでこの穴はこう爆弾とかこういう形状のものを刺して立てておく穴なのかなとも思います。動画は以上になるのですがここまで動画を作ってから手元にある本を見たらですね丸い穴に刺して立ててる写真っていうのが載ってました。 ちょっと写真はそのまま使うことができないので、その写真を元にイメージを書いてみました。こう、丸い穴の開いた柵のついた台があって、そこに安定欲のある爆弾状のものが立ててあります。で、これに説明文がついていて、読むと、甲板にはいくつかのマインスイーピングフロートが保管されています。スイーパーパラベンを必要な深さに配置するために使用されましたって書かれてるんです。 まあこれが間違ってる可能性もなくはないんですけどもし今回謎の物体としているものがこの本に載っているのと同じものだとすれば謎の物体イコールマインスイーピングフロートだということになりますマインスイーピングフロートっていうのはパラベン用の浮きのことだと思います爽海不評っていうのかなで謎の物体と本に載っているフロートが同じものかどうかということなんですけど 大きさ的にはどちらも同じぐらいかなと思います。でも形に関しては、私が撮影したものは付着物がかなり多くて、形がはっきりわからないんですよね。なので同じものであるかどうかはちょっとわかりません。あと私が撮影したものが総会議の一部だったとした時に、こんな場所に置いてあるものなのかなっていうのもあります。艦隊のほぼ中央くらいの場所で撮影しているので。 本に載ってる写真のものは場所が看板としか書かれてなくてどこにあるものなのかわからないんですけど壁とか天井があってどこか囲まれた場所にあるように見えるので場所は違うと思ってますちなみに私が撮影した場所はこんな感じで看板に露出した状態になってますなので場所は違うけど両者は同じものなのかそれとももの自体も全く別のものなのかちょっとねわかりませんでした 私が調べることができたのはここまでです。これを踏まえてですね、踏みつきにあるこれが何なのか、掃海用のフロートなのか、爆弾なのか、ご存知の方、もしくは考察をしていただいて、コメント欄またはツイッターの方で教えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。では、撮影した動画、さっきは途中で止めながら説明を入れてしまっていたので、ノーカットで流して終わりたいと思います。 ご視聴ありがとうございました。 シュッ Terima kasih telah menonton!